すいません、ちょっとまたピーンって動画が閉じちゃったんで、もう一回これ後半戦ですね。話戻して、これはこれであると。で、新しくお前の点はこっちにちょっとずつ変えていこうかなっていうところで、それだったらこっちで塗ればいいんじゃないっていう話になったんで、こっちで塗っていきます。じゃあこうですね、こうすいません、新しくよろしくっていうことで、これ生地もだから一緒ですよね、柄もほとんども色も一緒ですし、あのさっき言ったところの生地の切れ横サイド部分を縫わなくていいっていう感じですね。ということで、こっちはまた別でどう何かで縫おうかなとは思ってます。ちょっとこれ一回ちょっと保留です。ということで、新しいのは、新しく第2段目は分胴つなぎの次から始まる2段目はこの2人で進めていこうかなと思います、ね、今日せっかく店主がいたんでそういう話をさせてもらいました。よろしくお願いします。あとはいいかな、店主他にないですか、補足的な話はないですね。値段はちょっと違うんですかね。ああ、そうね。ちょっと値段は若干こっちも高い。あんま変わんないですね、はい。全く一緒じゃないですね。同じ。パッケージもなんかこっちの方があれですもんね。シンプル。一緒な感じですか。まあ、それは布店でご確認ください。多分いろんなお店で価格が若干違ったりするかもしれないんで、あえて金額は。津軽工房社さんの糸は、はい、あれですね、布店、まあ、じゃあ扱い珍しいんですかね。どこでもあるわけではないですよね。宮崎ではあんまりない。刺し子自体もあんまりあれですもんね。刺し子はまあ、まあいろいろありますもんね、刺し子もね。だるまの糸とか置いてるとこはあんまりないです。ああ、そうですか。ああ、そういうの、だるまの糸はあんまりない。揃ってるとこがないって。ああ、そう、あ、そういうの知らないんで教えてもらえるとらしいですね。まあ、お客さんの声ということで、で今回はこの津軽工房社さんのこともいろいろ今度教えてもらいましょうかね。はい、はい、じゃあすいません、ちょっと一回途中で切れちゃったんですけど、またあのスマホがピーンってなんかメッセージが届いて切れちゃったんで、前半後半に分けました。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。